6. ブダペストで一番古い建物です。かわいいですね、クリスマスマーケット。またあちこちにあるね、クリスマスマーケット。ホットワインの匂いがいっぱいして。これがブダペストがブダペストになる前のブダの国の視聴者だそうです。マーチャス教会、15世紀の大きさでこういうとこの大きさの教会ができたんですね。ただ今見ると屋根が非常に鮮やかですね。この山に大殺されて屋根の模様が分かると思います。本当にこれは普通の素焼きの瓦ではなくて、高温で焼きました。珍しくてタイル界を使ってタイルね、15世紀に終わりにできた教科書、教会だそうです。素焼きの瓦で作ったから鮮やかな色なんですね。こういうものは全部19世紀の終わりに1896年がハンガリーの建国宣言になったので、その日本人の建国教会を最初の建国で建てたんですね。このような今非常に美しいですね。屋根の模様が植物のモチーフなんかの形、これはアールヌーボーの共通の、ステファン・リーンの屋根材もそうです。あとまあいろんな、今ちょっと暗くなって分かりませんけどね、この近くの建物の屋根にもこういうタイル材が使われています。綺麗だね、とても素敵。ラララララ。 So Gabriela is going? Well, we will see you at the dinner.なんかウィーンみたいにうわーってなってごちゃごちゃってなってなくていいね。これぐらいの方が、あ見て
刺繍よ、綺麗ね。なんて素敵なの、かわいいわ。3がある。